はい、どうも不明だよです。今回ですけれどもダルマミニなんですけれども、こちらのね使い方の講座兼、ガチプレイの、プレイの動画と、あとはコイン補正がどういう風に変わっているのかっていうところをね、細かく見ていきたいと思っております。このね動画を見れば皆さんもコイン稼ぎできるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも最後まで見ていただけると嬉しいです。で、このね、ダルマミニ、ほんと報酬積むなんですけども、マジで強くてですね、バハミにはかなわないにしろ、それでもね、強いかなと思います。普通のそこら辺の下手なね、常駐積むより全然、強いですね。はい。で、スコアもね、割と出せるので、はい、その点においてもなかなか、強いですね。で、そう、先ほど言ったんですけど、このスキル発動するとデカツムが出るんですけど、そのね、デカツムに、プラス補正がかかっております。コインのプラス補正がかかっておりまして、それがね、とても強いと思います。はい。あとはね、スキル発動数がね、16というところで、割とね、軽いんですよ。そこがね、結構でかいかなと思います。はい、残り30分2000、700枚とかその辺なんですけれども、この動画はですね、なんと5800枚出たというところで、自分の中ではね結構神プレイだったんですけれども、ちょっと他の配信者さんのね動画を全く見てないので、ダルマミニの、スキルマの、54のみがどれぐらい、他の上手い方だと取れるのかっていうところまではねちょっとわからないんですけれども、いやもうね6000枚近くいけばねもう強いでしょう、報酬積むでね。自分最初もともとね6000枚を目指したんですけど、ちょっと無理やった。多分ね運が良ければいけるんですけど、そうもう5800枚でも結構満足できたのでこれでいいかなと思います。で、一応ね、この後に、プラス補正についてちょっと、検証してますので、はい。それを見た後にですね、自分が使い方を、説明させていただくんですけれども、はい。一応ね、タイムボムを狙っていくっていう、戦法になります。ロングチェーンを狙って、タイムボムを狙っていくというところですね。補修で本当に5800枚も出せるつもり。手に入るならね嬉しいよね。でもね扱いは超難しいです。超難しいけど、このコインプラス補正ですね、これが、分かったというところで、平均獲得枚数はねだいぶ増えました。使い方をね変えたんですけれども、はい、そしたらね、コイン獲得枚数がね平均がねだいぶ上がったので皆さんもぜひトライしてみてください。で、はい、ですね、ダルマミニはねログインボーナスもちゃんともらわないとスキルマ作ることができないので、ちゃんとねイベントもログインも、ちゃんとしていきましょう。はい、一応そんな感じで5800枚のプレイ動画は以上になるんですけれども、次に見ていただきたいのがありまして、こちら、はい、ボムキャンするとコインマイナス補正がかかったりとか、デカツム含めると、コインプラス補正がかかったりとか、その辺をねちょっと、細かく見ていきたいと思います。でスキルゲージ溜まったら、これ12チェーンでね、やってるんですけど、これねボムキャンなしでやると12チェーンでね80コイン手に入ります。今22コインなんですけども102コインになっております。でこの後ね何もないところで、ただ12チェーンやると102コインから確かに128コインとかだ。はい、ということでね26枚しか増えてないということで、もうこれで、コインのプラス補正がかかっているっていうところはね、皆さん分かっていただけたんじゃないかなと思います。これがねバハミの強いところでもあります。はい、でボムキャンするとどうなるかっていうところなんですけれども、は
はい、210コインから、279コイン。210から279なんで69コインかな。で、ボムも使ってるんで、ボムの多分ね、コイン数も若干入ってるので、実際はね、もっと低いと思うんですけど、一応210から79とかで69コインですね。ということでね、マイナス補正がかかっております。で、まあそう考えると、まあ自分はね、デカツム消した時にですね、すぐボムキャンするのではなくて、自分はね、ボムキャンしないで、ダルマミニが全て消えるのを待ってからボムキャンしております。そうした方が、コインプラス補正を、存分に、ね、扱うことができて、はい。コイン稼ぎとしてはね、その方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、これ見ていくんですけど、はい。これからね、また先ほどの5800枚の動画なんですけど、ぜひとも見ていただきたくて、で、まあ、まずスキルループ、スキルゲージ貯めるんですけども、デカツム最初来るんですけれども、自分はね、とりあえず最初に、なぞっちゃいます。で、その後になんですけど、ボムキャンするのではなくて、このダルマミニがね、全部消えるまで待ちます。待ってる間は他のツムをとりあえず、9チェーン以上狙って、タイムボムを狙うんですけども、こういうところもね、特にね、そう、消えるまで待ってからボムキャンするというところですね。そうすると、ちゃんと、コインのプラス補正の恩恵をね、受けることができるので、とてもおすすめになります。ここもね、全部、消えてからボムキャンみたいな感じですね。そうなんですよ。なので、まあ、とりあえず最初にスキル発動したら、まあ自分の場合に限るかもしれないんですけれども、最初にねダルマミニを消して、その間に Q チェーンを狙ってボムキャンして、また窮地を狙っていくっていう方法がねいいと思います。で、最後ね、スキルが切れる直前、なるべくねミニをロングチェーンして終わってスキルループをすぐ、やれるように頑張っていただきたいなと思います。ボムキャンするとね、コイン獲得枚数がやっぱり、減ってしまうので、まあ、自分はねとりあえずね最大の恩恵を受けようと思ってね、決してですね、はい、待っております。全部消えるのをね待っております。いつもでも本当それだけでもね、全然ねポイント獲得枚数はね変わっていきますよ。ここも多分最初に消して、あとはキューチェーン狙ってタイムボム狙って、はい、そんな感じですね。残り15秒でね、4000枚超えているので、はい。いやー、こう見るとどうですか、皆さん。難しいは難しいと思うんですけども、使ってみたくなりませんですか。スキルマーですけどね、皆さんはきっとログインね待っていると思うんですけども、自分はスキチケ使っちゃったんで。もうスキルマープレイできるんですけどね。はい。一応ね、おさらいしつつ、また再度5800枚のね、プレイ動画を、見ているんですけれども、はい。一応こんな感じとなっております。最後はね、なるべくミニをロングチェーンして、スキルを狙っていきたいと思いますけれども、はい。皆さんもこの使い方ぜひ試してみてください。ボムキャンしたいところなんですけれども、ボムキャンする前に普通に消し終わるのを待ってからボムキャンした方が、獲得コイン枚数はね、確実に上なので、皆さんもぜひこの方法を試してみてください。5800枚も
きっと夢じゃありませんので、6000万円も多分本当に出ると思うんですけどね。はい、という感じでダルマミニのねスキルマックス、スキルレベル4をね、使っていきました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんもねスキルマックス作ることができましたら、ぜひとも自分の方にね、はい。まあそんな感じで、ダルマミニ本当に強いので、あの皆さんぜひ、練習して、使ってみてください。はい、それではねご視聴ありがとうございました。ぜひねチャンネル登録、高評価コメントの方お待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。